ただいま。あれ、どうしたの？具合悪いの？痛いって、もしかして今月の来ちゃったんだ。痛いのってお腹？それだけじゃない？頭も？ああ、気圧か。これから台風来るもんね。もう影響出ちゃってんだ。大変だな。生理痛と頭痛のダブルパンチか。そんなんじゃ会社から家まで帰ってくるの大変だったでしょ。電話くれたら迎えに行ったのに。薬は？ああ、そっか。飲んだばっかりじゃまだ効かないか。ああ、謝んなくていいから。そのまま休んでな。辛い時に無理することなんてないからさ。僕のことなんて気にしなくていいから。ね？本当に辛そうだな。かわいそうに。こーら。でも大丈夫なんて。でもがついてる時点で全然大丈夫じゃないってことでしょ？僕の前では強がんないの。こんな時くらい我慢しないで素直に痛いって言っていいんだよ。今晩ご飯どうしよっか。まだ作ってないよね。食べられそう？何言ってんの。君を置いて一人で外に食べに行ったりなんてしないってば。もし君が食欲なくて食べられなくても心配で、外で一人でなんて絶対無理。君を一人にしたくないしね。僕は家にいるよ。ねえ、食欲あるならたまには僕が作っていい？大丈夫。簡単なのならなんとかなるよ。何があるんだ？豆腐に鶏肉か。野菜は、今日は鍋にしよう。そう、お鍋。作るの簡単だしね。先月君、珍しく生理で寝込んでたじゃん。僕なりに調べたんだけど、あれってエアコンの冷えのせいだったりするかもしんないよ。体冷やすと生理痛ってひどくなるんだって。頭痛も。体が冷えてると余計辛くなるって書いてあったよ。鍋物なら体の中から温まるし、いいんじゃないかと思うんだよね。あと、生理痛の緩和が期待されてる食べ物と、頭痛緩和にいいって言われてる食べ物って一緒なんだって。全部鍋向きの食材なの。ネギとかニラとか、あと生姜とかね。人参とか白菜もいいみたいだし。あと鶏肉のビタミン B6 と、ほうれん草とか昆布のマグネシウムは、子宮を温めて痛みを楽にするんだってさ。ああ、あと豆腐で適度にイソフラボン取るのもいいみたいだよ。全部切るだけだから僕にもできるし。ちょっと待っててね。すぐできるから。いいんだよ。してあげられそうなのってこんなことくらいしかないから。そりゃ、よしよしもしてるけどさ。あれって気分の問題でどんだけ役に立ってんのかわかんないし。どんなによしよししても、抱きしめてあげても、辛い君には気休めにしかなってないんだろうなって思うとさ。もう少しなんかしてあげらんないかなって、僕もいろいろ考えるんだよ。君だからだよ。相手が君だから、なんとかしてあげたいって強く思うわけ。好きってそういうことでしょ？よーし、準備できた。これを IH で温めてっと。よし、スープが温まるまで休憩。引き出しに入ってたから、今夜はちゃんこ鍋スープの鍋だよ。
しょっと。明日はどうすんの？リモート申請した？じゃあ家でゆっくりしてられるね。僕？うん、僕もリモート申請通った。さすがに台風じゃ行くのも帰ってくるのも大変そうだからね。明日会社誰もいないかもしんない。うん、だから明日は一日そばにいられるよ。うん、うんと僕に甘えるといいよ。できるサポートはするから。大丈夫なんていうのはなしね。君は甘えすぎるくらいでちょうどいいんだから。よしよし、お鍋もちょっと待っててね。うん、頭マッサージしてあげようか。うん、いいよ。よいしょ。どう？気持ちいい？うん、よしよし。お腹もさする？